社長、社長、すいません。すいません、カメラ、カメラ。どうした？すいません、なんかお食事中。はい。いや、お疲れ様でした。お疲れ様です。社長、もう一本動画撮るんで。今から？はい。許さないタイプね、あなたね。ちょっと場所を用意しているんで、社長だけ来ていただけますでしょうか。もう真っ暗で何も見えないですけど、あちらに焚き火が、はい、すごいね、この準備が、はい、今日はちょっとアリの面で、うん、あの1日ロケして ありがとうございました、はいはい、最後にちょっと、うん、やっぱこうキャンプ、うん、そして火の前、うん、ちょっと語ろうかなみたいな感じですかね、マジですか、はい、社長のロングインタビューという企画をですね、ロングインタビュー、はい、最後にできたらいいなっていう感じですね。社長のロングインタビュー はい、ありがとうございます。キャンプの夜というのはやっぱちょっとこう語るというのも風情があっていいのかなっていうことで、なるほどね、はい、はい、わかりました、はいはいはい、どうぞ。まずこの YouTube チャンネルですね、始めたわけなんですけれども、はい、そこの意図といいますか、うん、意味合いというものはちょっとあったりするんでしょうかっていう。最初に YouTube を始めたのは今年の1月なんですよ、はい、で何も分からずこういう状況下の中で大高醤油のこうブランド力を上げていきたいという思いの中で始めました。なかなか企業がやる YouTube っていうのが、うん、浸透していかない。それは大手さんから我々のような小規模の会社までなかなかヒットしないと思うんだけど、今はチャレンジの時期だと、新しい時代に向けて新しい取り組みをどこまでやれるかというふうに思ったので、僕は週2回は、まあうちのね規模からすれば大変な思いなんだけども、でもそういうのをちゃんとやって、水曜日、楽しい水曜日、要するに大高醤油の宣伝というよりは皆さんが見て面白いと思っていただけるであろう水曜日、それから大高醤油としてのブランド力を上げるためにも、まあ、ちゃんとした大高醤油の詳しい商品のあり方みたいなものをお伝えできないかなと思って、うん、この週2回の配信を考えたわけです。伝統を守るという立場と新しいものをこう取り入れていくっていう決断力っていうのは社長に関してはやっぱり早い方なんですか？いや、それは分かりません。だけど自分の中で言ったら変化に対応できないものはダーウィンじゃないんだけど、でも一生懸命変化に対応していける企業が生き残ってきてることは事実だと思ってるので、そういった先人たちの教えを学びつつ僕らもしっかりと生きていかなきゃならないっていう思いがあるので、こういう時代になったのであればこういう動きをしよう、でそれが合ってるかどうかわからなくてもまずはやってみる、それが僕らの中では必要不可欠な事業家としての必要最低限の資質だと思って僕は頑張ってます。それが合ってるかどうかわからなくてもまずはやってみる。ちょっと今日はこういう雰囲気もあって、はい、真面目には言いましたけど、さすがにちょっと照れるからですね。社長テレ屋さんですからね、実は醤油屋さんとテレ屋さんですからね、うん、まあ醤油屋とタレ屋だけど、タレ屋さんとテレ屋ですねだけどちょっとごめん、はい、いっぱいもらっていい？全然構いませんよ、ごめんね。そうそう、じゃあキンキンに冷えた、待ってました、はい、おかえり。あーもう嬉しい見て、焚き火とビールそうですよね、キャンプといえば、はい、ありがとうございます。ちょっとご無礼だと思いますけど飲ましてもらいます、はい、行きますね結構おばあちゃん待ってますよありがとうございます、はい、でも社長、あの若い頃結構お酒でコミュニケーション作っていったり関係性作っていったりみたいなことってあったんですか？お酒だけじゃないと思いますよ。だけど僕はヘレ屋でもう人に会うと手に汗をかいちゃうようなタイプだったんで、何にも喋れなかった。本当に営業に出てびっくりするほど人と喋れないなって自分で反省を何度もして、うん、で
まあ、考えついたのが、うん、楽しくやんなきゃダメだと思って、酒は失敗もあるしいろんなことがあったけれども、でも今となれば俺はお酒を通じてこうなんだろうな、社会が広がったっていう思いは、まあ、人一倍強く持ってると思いますよ。先代の社長の方々はこうお酒とか飲まれるような方だったんですか？あの祖父はね結構飲んだと思います、うん、でも父は反面教師で40代まで一滴を飲まなかったので、うん、そう聞いてます。父というのは4代目ということですね。そうです、そうです、そうです。そうなんですね。そうなの。これを言っときますけど、はい、酒を飲んだからいいっていう話では全然ない、うん、酒を飲まないでできる人の方がすごいと思います、うん、ただ僕みたいな人間はお酒の力も借りながらコミュニケーションをして、でやっぱり人間社会っていうのはコミュニケーションだと思うので、うん、それができないでうまくやろうっていうやり方は僕は正直未だにわからない。社会にお酒というものがあって、でそれで人とコミュニケーションが取れて、その中で働い合ったことが今になっては商売になってるので、本当にそれはありがたいと思ってますよ。まあ、ちょっとご時世的な話になっちゃいますけれども、今なかなかできない時代だったりするじゃないですか、はい、確かに飲食の業界から見てですね、今のこのもどかしいご時世といいますか、そういうのって社長どう思われてるんですかね？あのね、はい、大変ですよ。狙い撃ちなんでね。ほう。で人間がやってきたコミュニケーションというものを新しい形にしようという取り組みはなかなか浸透しないと思ってます、はあ、でその救世法というか犯人のように扱われたのは飲食、現時点ではね。でその被害を受けてるのは観光、うん、こういった人たちがね人間社会の楽しさを作ってきたことは事実だから、うん、これは誰が悪いとかそういう問題じゃなくて、もう一回落ち着いて何をすればいいのかを冷静に判断する決まりをもう一回みんなで考えた方がいいと思いますよ。そうじゃないと何かにこう決めて犯人扱いしちゃったら、僕らがやってきた何だろうな全てを崩しちゃうと思うし、僕は人が人と接してコミュニケーションをとって、そしてなんだろうなこれからの時代も作っていけばいいと思うし、そういう風な人間社会の形成っていうのを本当に心から望んでます、本気で。でもちろんルール守らなきゃいけないのは当然なんですけれども、やっぱりこう悔しさみたいなのってやっぱりあるんですか？まあ本当にね、日本を代表する方々が本気で考えて、うんうん、そういうお達成を出すわけだから、はい、それには従いたいと思います。だけど本当に重要なのは、僕らが本当にこの状況を打開するのは飲食を止めることじゃなくて、ウイルスに対しての行動を把握するかなんだと思うよ。人によっては軽症、人によっては重症なわけで、うん、軽症な人が重症な人を作ってることは間違いないと思いますよ。ってことは軽症な人がどういう行動をするかによるでしょう。何をしたらいいかと言ったら、今はワクチンなんだと思います、うん、もう日本人全部が今はワクチンですよ。だってワクチンしか防御ができないじゃない、うん、他に何ができるのか。こんなに苦しんでる人たちがいるのに他に何か手があるんなら教えてもらいたい、うん、8時までの営業でどうやって生計を立てるのかを教えてもらいたい、お願いしますよ。これいいの？こんなの。え、どうすか？いや、こんなにやっちゃっていいのかな。いや、でも全然やっぱり本音聞きたいですよ、正直。そっか。なんで今日暑いのかな。俺今日暑いな。いやめちゃめちゃそういう姿見たかったんで、僕はやっぱこう焚き火と焚き火と、はい、やっぱビールの先に守るですよ。はい、飲ませてもらいます。はい、じゃあもう一ブロックぐらいですかね、うん、はい。